はい、今日はね、岡山県浅口市にある麺屋つむぎさんに来ました。はい、ここはね、浅口市にある、まあコストコのね、ちっちゃい店とかあって、まあ地元の人はわかるかな。はい、岡山県浅口市にありますね。まあ鴨方インター降りてね、すぐです。車で5分ぐらいのところにありますね。とりあえず行ってみましょう。これ美味しそうやけどな、カツ。美味しそう。よいしょ、ワンセット。醤油と明太ご飯、はい、あ、高菜しらすご飯、はい、醤油と高菜しらす、はいはい、で、唐揚げのやつ。これ唐揚げとメンチカツ2つついたんですか。はい、あ、それのうちのどっちか1つから選んでいただいて、プラス唐揚げとメンチカツ。あ、じゃあそれでお願いします。はい、僕頼んだのはこれ、あごだし醤油ラーメン。まあランチだったらこっちかこっちを選んで、はい、まあ、個人的にちょっとね、 この土佐味噌ラーメンを食べたかったんですけど、ちょっとこれは次回食べましょうか。まあね、今日はね、ちょっと初めて来たってことでランチにしました。まだ次はね、これ食べようと思います。これ、ね、おつまみサイドメニューもあります。はい、営業時間が火木金が10時半から3時、月土日祝が10時半から20時、定休日が水曜日ですね。はい、まあ、住所が岡山県浅口市鴨方町鴨方1083-6ですね。このもやし、辛いもやしが食べ放題なんで、ちょっとね、買いましょうか。こんな感じ。よいしょ。ああ、ビール欲しくなる、ビール。はい、大丈夫です。ラーメンはこんな感じですね。まあ中太のストレス麺で、あ、結構ね、麺になんか練り込んでますね。で、チャーシューがありまして、で、高菜しらすご飯があって、唐揚げ、サラダ、コロッケ。いただきます。うまい。うまっ。コロッケ。
麺屋つむぎさん行ってきました。ちょっとね店内はね、音楽かかってたんでちょっとねアフレコにさせてもらいましたけど、ちょっと、ね、今からねおしゃべりしていきます。はい、ここね鎌形インターから降りてね5分ぐらいのところあります。浅口市鎌形っていう地域にございますね。はい、ここはねコストコとかあってね、いろんなちょっとあちらになんかタピオカとかねパンケーキとかあるんですけど、ちょっとねちょっとしたなんていうんですかね、なんていうのイベント会場じゃないですけど、いろんなお店が入ってね結構子供も楽しめる、ちょっとあちらね公園とかありまして、はい、まあね僕の岡山浅口支店、富士運輸の浅口支店からも歩いても5、6分ぐらいのところにあります。はい、めちゃくちゃ美味しかったですよね、ほんま。まあね今回ランチ選びまして、あれで980円、あ930円は安い、うん、めっちゃ安いと思うよ。唐揚げ2個ついてメンチカツとキャベツとラーメンでしょ、ラーメンしかもチャーシュー結構分厚いの2枚入ってましたし、あと高菜としらすご飯にしたんですけど明太子ご飯もありまして、まあ、どっちかねあれでね930円安いわ、めっちゃお腹いっぱいになった。はい、まあ、次回ちょっとね土佐の味噌ラーメンがめちゃくちゃ気になってしょうがないんで、またね家族とかでね土佐の味噌ラーメン、うん、食べに行こうかなと思いますね。はい、美味しかった。結構建物もね結構こんな感じで木造なんですよ、木造でねおしゃれな感じでね。はい、営業時間はねさっき動画で言った通りなんですけど、またね、この近くの、またね、近くに遊びに来る方、はい、昼ご飯に美味しい魚介系の醤油ラーメン、あごだしの醤油ラーメンどうですか、美味しかった。またね、バイバイ。